間の種目がもう全部決まってるんで、劇場は午前と午後、というか、まあ、実際夜。第3コーナーご注目ください。女子カーツ 200m 競走決勝です。選手をレーン順に紹介します。第1レーン天海さん、キーパー七継ぎ台。第2レーン車田さん、キーパーレゴ。第3レーン大木さん、コース両回地の第1。第4レーン斉藤さん、香取栗本。第5レーン小橋さん、キーパー四街道西。第5レーン伊藤さん、キーパー成田西。第6レーン伊藤さん、キーパー成田西。第7レーン大木さん、コース野坂。第8レーン館林さん、キーパー西津。以上8名での女子 200m 決勝です。四隅なんですよ。それがこっちならまだいいんですけど、ちょっと分かんないよね。ピンクストーブ一番安いんですけど、ね、だったらやっぱり失敗申し込むっていう作戦でテレビで見たらいいかなとね。女子共通 200m 競走決勝がスタートしました。前に出たのは大木さん、闘争八日市場第一。続いて6レーン走ります、伊藤さん、インバー成田西。ここは26秒28。ただいまの結果は、優勝は大木さん、区間走八日市場第一、時間26秒29でした。さあ、共通女子の砲丸投げ競技が終了した模様です。結果が分かり次第お伝えいたします。